住友化学愛媛社友会による作品展示会が赤金ミュージアム2階の市民ギャラリーで9月4日まで開かれています。住友化学愛媛社友会は住友化学の OB で構成されており、現在の会員数はおよそ1200人。退職後の余生を有意義に過ごし、また地域社会に貢献することを目的に活動しています。今回の作品展には日本画や洋画、写真、書道、美術工芸などおよそ120点が展示されています。出品者は社友会会員とその家族およそ80人。作品の中には県展や支店に出品予定の作品もあるそうです。社友会の中では書道や絵画など7つの同好会によるサークル活動が行われており、展示会は活動発表の場となっています。どの作品も趣味の範囲を超える緻密で素晴らしいものばかりで、見応えのある作品展になっています。また作品展示の他にも清掃活動など日々の活動報告が写真やパネルで紹介されていました。住友化学愛媛社友会作品展は赤金ミュージアム2階市民ギャラリーで9月4日まで行われています。開館時間は午前9時30分から午後5時まで。29日月曜日は休館日で、最終日は午後3時までとなっておりますので、ご注意ください。